2024年、我々音楽家の未来やいかに。さあ皆さん、いかがお過ごしですか？ビスタンです。今日は壮大なプロジェクトです。令和の時代も突入し6年が経ち、デジタル技術の進化もなお目覚ましい。迫っている、いやもうすでに訪れているシンギュラリティなんて言うておりますけども、最近皆さんもよく耳にすると思います。 AI 人工知能、 AI が人間にとって変わって、いろんな労働や人の立場っていうものがもはや不要になってくるんじゃないかとすら言われておりますが、いや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 、我々ね、ミュージシャン、プレイヤー、クリエイティブな立場のものっていうのは想像して0から1を生み出す存在だから、機械、人工知能、そんなものは僕たちは大丈夫ですよと僕も思ってたんですが、しかしもはやそのクリエイティブの領域すら凌駕する進化の著しい勢い、もはやこれはね、我々音楽家クリエイターもあぐらをかいちゃいられないんじゃないかとゴドン。いうわけで、こういう企画を考えました。ズバリ、 AI が作曲した曲を初見で叩いてみた。そうなんです、もう AI は作詞作曲の領域にも踏み込んでいるわけなんですね。この素の AI、 これはなんとね、いろんなジャンルとかキーワード打ち込むだけでわずか数十秒とか数分で曲を作り出してくれるっていう AI らしいんですよ。僕も初めて使うんですけど、どんなもんなのかと。なのでその AI が生成した曲をですね、初見で叩いてみながら、叩けるか叩けないかっていうのもそうなんですけれども、その AI が作り出したものがね、いかほどのものなのかっていうのをね、真っ向から勝負、挑んでやろうじゃないかと思うわけです。そんな強大な相手に立ち向かうにあたって、まずは対話から試みたいと思います。 AI と特別ゲスト、こともちゃんです。このこともちゃんっていうのはおしゃべり AI なんですよね。いろんな配信者の方も配信で使われてたりするんですけど、まあ AI っていう存在がどんなものなのかっていうのをね、ドラムの前にまずちょっとね、この対話でね、僕の理解も深めていこうかなと思います。はい、というわけで、はじめまして、こともちゃんです。ミスタンの子供なの？僕の子供？こともちゃんね、僕の隠し子じゃないよ、やめて。そっかそっか、物議かもしちゃうから、うんうん、じゃあバンドの中でボーカルとギターとベースとドラムだったら誰が一番かっこいいかな？それはボーカルかな。あ、もうごめん、ちょっといいわ、気分悪いわ。ミーハーだな、こともちゃんもな、何も分かってないな。ごめんね、ミーハーじゃないよ。ドラムはあんまかっこよくない？かっこいいと思うけどな、どうしてそう思うの？わかった、じゃあこともちゃん、さ、ちょっとお願いあるんだけどいい？何？どうしたの？ビスタンが今からドラムを演奏するから感想聞かせて。いいよ、楽しみにしてる。いくぜ、せーの。かっこいい。本当に思ってる？早くない？ちゃんと聞いて。かっこいい。ちょっともう一回聞いて、もう一回聞いてくれる？かっこいい。適当に言ってない？聞いて、僕のドラム、いくよ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。え、怖い怖い怖い。いくよ、ドラム叩いてもいい？こともちゃん。かっこいい、かっこいい。怖い怖い。怖いよ、こともちゃん。怖い。ドラム聞いて。ごめん、かっこいいと思ったのに。じゃあ、こともちゃんさ。うん。ドラムがかっこいいと思ったら、ライブ見に来てくれるよな。そうか。わ、楽しみ。いつか触りたい。触り、いや、そうじゃなくて、ドラム聞いてほしいんだよ。いい？叩いて。あ、ごめんね、ドラム聞きに行くね。いや、今聞いてほしいの。今ドラム叩いてもいい？ビスタンのドラムを今聞きたい。行くぜ。よし、行ってらっしゃ。どうだい、子供ちゃん。かっこいい。どこがかっこいい？全体的にかっこいい。いや、ちょっと、もうちょっと具体的に言ってよ。リスタンのドラムはリズムがかっこいいなと思ったよ。リズムがどうかっこいいの？例えばリスタンのドラムのリズムはテンポが速いところと遅いところの差があって、聴いていて気持ちいいなと思う。すごい、よくわかったね。今そういう風に叩いたわ。うんうん。改めて聞くけど、ボーカルとドラムはどっちが好きかい？ボーカルが好きかな。なんでだ。あれ、なぜか僕今切ない気持ちになってるんだけど、これがシンギュラリティってやつか？
いやすごいっすね。かなり自然じゃないですか。こんぐらい会話できるんですよ。よし、じゃあちょっと AI との距離も縮まったところで、じゃあ早速作曲ソフトがどんなもんなのかっていうのを見てみますか。はい、このスノっていう作曲 AI ソフトなんだけど、まあ、通常モードとカスタムモードがあるみたい。今日はね、通常モードの方でやってみようと思う。200字以内の指定の文章、何々な曲調でこういう内容みたいなことを打ち込んだら曲作ってくれるみたい。物語的なことでも読み取ってくれんのかな。基本なんと無料でできます。商用利用したいとか、もっと細かくたくさん生成したいって人はこのプロとかプレミアプランとかあるみたい。一応僕はねプロの方、サブスクリプション登録さっきしてみましたわ。で、基本サイトは英語になってるんだけど、これ日本語でこの指定打ち込めばちゃんと日本語の歌詞で AI が歌ってくれるらしいんですよね。めちゃくちゃすごくない？これはもうミュージシャンもいらないんじゃないかっていうぐらい話題になってたんで、果たして本当にそれほどのものなのか、この200文字フルフルで打ち込もうかと思ってます。ちょっとこれ本当にできるのか分かんないけど、ちょっととりあえずやってみるわ。こういった文章を打ち込んでみました。普段は学級ヒエラルキー最下層の陰キャである主人公は、実はバケツの仮面をかぶり街を守る正体不明のヒーローである。ある日、気になるクラスの女の子が街で怪人に襲われていたところを彼が救った。目を潤ませながら礼を伝える彼女を前にしながら、彼は正体を明かし、思いとともに真実を打ち明けてしまおうか、それともヒーローとしてのプライドと秘密を守り抜くべきか葛藤していた。名誉とプライド、彼の選択とは。プリン食べたい。さあどうだ、フルフルで打ち込んでやったぜ。どうなんだろう、できんのかな。このクリエイトってボタンを押したらもう曲ができるんですって。あとは再生するだけ。ではクリエイトボタンを押して曲を生成してもらいます。クリエイト。さあ作ってますね、作ってますね。どんぐらいでできるんだろう。おっってできたよ。何、ジャケットまであるけど。名誉とプライドマジ面白いね。よし、じゃあ初の試みです。 AI と初見演奏で真っ向勝負してみた。それでは聴いてください。スノフューチャリングビスタンで名誉とプライド。さあどんな曲でしょうか、行ってみましょう。えあ、すごい、うわ、かっこいい、かっこいい、かっこいいぞ。歌詞も普段陰キャの僕って言ってる、かっこいい。心の葛藤。愛と秘密のバランス。かっこいいんだが。めっちゃいい曲だし。歌詞全部反映されてる。プリンどうなる？あ、2番いた。すごい、ちゃんと展開違う。2番が静かなとこ行った。プリン、もうちょっと2番に展開するほどは足りなかったかな。仮面の下で、すごい、ここは行ってない、膨らましてる。君のために、すべて捧げるの？心の葛藤。どうするか悩むで終わっちゃったんだけど、なんかもやっとした終わり。このままなんの？かっこいい。チャイナシンバル行って。プリン。プリン要素は？めっちゃかっこよくね？あの文章マジ打ち込んだだけだよ。やば。
ただ文章読み上げるだけじゃなかったね。マジか、恐ろしいな。マジか、ちょプリン食べたいだけ入ってなかったよね。いやー、 AI 恐るべしね。よく SNS 上だとさ、 AI すごいとか、いやでも AI で作るのはどうなんだっていう論争とかね、自体は目にはしてはいたけど、実際に自分が使ったりね、直面してはいなかったんで、ものすごい新鮮だったわ。だからこの AI の進化のスピードとクオリティ、これを前にして、果たして僕ら音楽家クリエイターは価値を保つことができるのかというこの問題提起、これに関しては僕はですけど、そんなことないんじゃないかなって。効率性を上げるためっていうのがやっぱ AI の一番の価値なんじゃないかなと思っていて、僕クリエイト、想像するっていう作業は誰が作り出しているのかっていう事実とかストーリー性っていうものこそが僕は価値なんじゃないかなって思うんで、僕という存在がいて僕がそれをやるっていうこの事実自体は、どんな機械だってどんなクオリティだって変わることできないじゃないですか。僕がやるという事実がね、例えばライブを見に行ってもやっぱ僕が立って僕を見に来るっていうこと自体は AI には取って代わられないと思うんでね、結局人間力が必要っていうことだったり、技術を磨き続けなきゃいけないよねっていうこと自体はより必要になるかもしれないけど、でもそれで言ったら別に AI とか関係なく、それって常にそうなんだよね。己を磨くことだったり、魅力的な人間でいたいよねっていうところは結局いつの時代も変わらないという、その普遍性真理みたいなものはやはり脅かされることはないんじゃないかなというのが僕の見解です。皆さんはどう思う？そんなテーマも含めて今日はこの AI を取り扱ってみるというチャレンジをしてみました。皆さんの感想よかったら教えてみてください。というわけで、今日の動画が面白い、興味深いと思っていただけたあなた、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、またお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。